はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ココアです。今回もね、第五人格実況解説やっていきたいと思います。さあ、マップは軍事古城。ホワイトの編成は、患者、曲芸師、傭兵、機械技師となっています。さあ、ここは初手ワープ飛んだところ、患者がいたので、患者に一撃与えていきたいと思います。さあ、今回の動画のタイトルなんですが、まあ自分、上下を毎回ね、使っていまして、まあ人格、ここに出しているんですが、上下の怒りに凶暴さんでやってます。それでね、閉鎖までガンブリしてますね。まあなんでこの人格を選ぶというか、まあ使っているのかっていうと、まあ今ここのね、試合、例えばここも閉鎖空間の強みが出てますよね。ここは閉鎖空間があることによって、しっかりと窓枠を乗り越えられずにチェスを早めることができました。まあ、皆さんね、皆さんというか、閉鎖空間まで振らなくていいよっていう方もいると思うんですが、まあ、自分は怒り3振るのであれば、凶暴ではなく、閉鎖空間に振った方が全然いいと思っていて、まあ、理由としては、例えば病院の強ポジだったり、今みたいな、窓枠閉鎖をすることによって、例えば病院の強ポジだったら相当、病院の強ポジが強ポジでなくなります。あそこの窓枠をね、閉鎖するだけで。あと船のアスレの小舟ですね。アスレの小舟だったりも、あのぐるぐるがなくなったりするので、めちゃめちゃ戦いやすくなります。まあ傘でね、代用できるときはできるんですが、傘を例えば使ってしまったときだったりとか、それでね、一撃もし与えられなかったときに、ぐるぐるが確定してしまう可能性があるので、自分はね、怒りを3振るぐらいなら、閉鎖空間をつけた方がいいかなと思っています。さあ、ここはね、患者をしっかりと、患者と機械技師をダブルダウン取って、患者を2つ目釣っていきます。機械技師もね、ダウンさせることによって、ロボットの消費を早めることができるので、ここでね、解読の遅延にもつながりますね。さあ、ここは傭兵を見つけたので、早めに救助させていきたいところです。さあ、ここは救助を早めるために、ここはクローム城になってね、一撃与えようかなと思ったんですが、ここは、はい、患者、狙っちゃいましたね。傭兵ダブルダウン取ろうと思ったんですが、ここはよくよく考えてみれば、患者まだ鍵爪1個残っているので、チェイスが伸ばされる可能性があると。なので、ここは患者を即トンネルすることを選びました。まあ、この傭兵無傷もね、結構痛いんですが、試合展開的にはとても早い試合展開になっているので、まあ、全然問題はないかなといったところです。さあ、これで患者は飛び、機械技師が今回復されましたね。なんでここはセカンドチェイス、セカンドチェイスではなく、ここでね、2人目のチェイスを始めていきたいと思います。さあ、チェイスは曲芸師、まあ、ただね、ここから曲芸師を追うっていうのはめちゃめちゃしんどくて、ここの南廃墟、めちゃめちゃ曲芸師が強いポジションなんですね。なんでちょっとここはしんどいので、ターゲットを変えていきたいと思います。まあ、追い目は機械技師なんですが、まあ、全然傭兵を追ってもいいかなといったところです。まあ、なぜ傭兵を追っていいかっていうと、傭兵肘あとまだ2つ残ってるんですね。なので、ここの2つを使わせるためにも、傭兵を追ってもいいかなと思ったんですが、ここは曲芸師にドンピシャして、曲芸師に騎士を与えていきます。ここはなんで曲芸師にドンピシャできたかっていうと、機械技師と曲芸師が見えて、まあ、ここ、機械技師狙ってもいいんですが、曲芸師の方がね、南海峡に遠くて、まあ、神出鬼没も残っていたんで、ここは、あえて曲芸師の方にワープをしました。まあ、機械技師はね、ダブルダウンを取った関係で、ロボットの消費も結構早かったので、まあ、ここは、ロボットはそんなにないと思っていたので、機械技師はね、まあ、そのまま一旦放置でいいかなといったところです。さあ、ここは、機械技師をここで救助狩りしていきます。はい、ここもね、上下の強みではありますよね。まあ、自分的には左下全然強いと思っています。強いと思っているんですが、やっぱりこういうところでね、救助狩りができる、できないっていうのは、めちゃめちゃやっぱり上下の強みでもあって、全然この環境でも上下は全然戦えると思います。さあ、今の距離で救助狩りをしたことによって試合展開が相当大きく変わりましたね。まあ、なぜかっていうと、あそこで救助狩りもしできなくて曲芸師にチェイスを伸ばされてしまうと、傭兵が体力値を上げてしまう可能性があるので、ここで救助狩りをできたことによってね、
傭兵が救助に来るしかないという状況を作り出しているため、まあ、ここでしっかりと曲芸師を飛ばしてほぼ価値格の状態に、持っていくことができました。さあここは傭兵の方にちょっかいを出しつつ機械技師を追っていきます。ただね、暗号機の方に傭兵が今向かっている途中なので、ここはね傭兵の方にターゲットを変えていきます。はい。でまあ自分なんで傭兵をこんなに追うかっていうと、傭兵の肘当てを使わせることによって、例えば傭兵って通電後めちゃめちゃ強いキャラなんですけど、強いキャラなんですが、まあ、肘当てが残っていないと本当に弱いキャラとなるため、まあ、ここはね傭兵をしっかりと追っていきます。傭兵にあと通電後、通電前にですね一撃をしっかり与えることが大事です。さあここはもう肘当てがなくて、ハッチもハッチの場所に全然遠い、傭兵のことを追っていきましょう。さあここはしっかりと読み負けてしまいますが、まあ神出鬼没がたまるのでね、まあ、ゆっくりゆっくり追っていきたいと思います。さあここは神出鬼没を使ってしっかりとダウンを取っていきます。対戦ありがとうございました。それでは2試合目の方も解説していきましょう。さあ2試合目も解説をやっていきたいと思います。さあ赤の境界でお相手の編成は極芸師、傭兵、昆虫力者、ポストマンとなっています。さあここの脇は墓場に飛ぶので、墓に飛ぶところ虫がいましたね。でこういう一撃絶対多分痛読み合いにしないと一撃与えられないっていう場合は、虫をね2回殴っておいた方がこういう感じで虫に乗られないで20秒間のクールタイムが虫を2回殴るとあるので、こういう時はね必ず虫をしっかりと殴って虫に乗られないようにねしていった方がいいと思います。さあここは虫に乗られなかったため一撃しっかりと入れることができて、墓の方からね追い出すことができました。やっぱり墓場の虫昆虫学者チェイスって結構しんどいので、墓の方からね早めに追い出すことができたのは相当いいと思います。さあここも2回虫を殴って、虫の消費を減らそうと思ったんですが、ここ一発殴れませんでしたね。ですがここはしっかりと傘出しをして、ここでですね、はい、窓枠を乗り越えて白無常なので一撃与えられるかなといったところです。まあ極芸師粘着に来ていましたが、まあ極芸師のね黒玉を踏まれることはなかったです。さあここは昆虫学者をダウンさせることができました。昆虫学者の虫もね計4発ほど投げているので、まあもう虫はないでしょう。さあ監視者、今回特殊監視者を採用しております。暗号機は残り1台空いていて、ここでね極芸師に一撃与えました。さあここ黒玉を踏まれてしまってダウンまでは取れなかったんですが、傭兵に無傷救助されてしまいましたね。ただここの傭兵の無傷救助ってそんなに痛くなくて、なぜかっていうと、次の救助は基本的に極芸師が危機一髪ありの救助をするんですね。ただここで極芸師に一撃を与えられたということは、極芸師を回復しなきゃいけない、または極芸師を回復せずに傭兵がもう一回来るということで、解読の遅延になります。もし回復をするのであれば解読遅延になりますし、傭兵が救助に来るのであればボロがないので、即トンネルをすることによって、まあ、しっかりとね、試合展開を早めることができます。さあここはよ、ただ極芸師の方は救助に来ているのが分かっているので、まあ、黒玉または赤玉をね踏まないようにねしっかりと警戒しながら、ここはため攻撃で一撃を与えていきます。さあこの距離ですと赤玉を変に踏まない限りはベルを使って、はい、救助狩りをすることができました。ポストマンがカバーに来ていますね。ただまあポストマンは多分9だと思うので、さあここは早めの即トンネルをしていきたいと思います。ただここは犬を噛まれてしまったんですが、しっかりとベルでね相手をこかして一撃与えてダウン飛び角を作っていきます。さあここを極芸師の方を回復させているポストマンが見えたので、まあちょっと牽制をかけて昆虫学者の方を釣っていきます。さあ昆虫学者これで飛びで、ポストマンの方を追っていきたいと思います。さあポストマンにワープをして9コンボ入れつつ一撃しっかりと与えていきましょう。
まあ、曲芸師の方ここで打ったんですが、まあ、ここも即トンネルでね、しっかり即トンネルというか、即ダウンを取って危機一髪を吐かせた状態にします。さあ試合展開は相当いいですね。ただ曲芸師の方が、危機一髪を吐いている、起死回生を吐いているので、まあ、ここはダウン放置でいいかと思います。さあここで、傭兵の方を索敵していきましょう。はい、傭兵の方の耳鳴りがして傭兵の方を確認できました。なのでここはしっかりと一撃を与えて、ボロがないのでね、傭兵の方に肘当てを1個だけ使わせて、ポストマンの方を追っていきます。さあ球根をしっかりとして犬は避けていきましょう。犬はねしっかり目で避けられるものも多いので、避けてしっかりと避けていくのがベストです。さあただここめちゃめちゃやらかしていて、ここの弱ポジでですね、板の読み合い負けてしまうんですね。でここで墓に行かれてしまってチェイスが飲みそうだったので、ここは、曲芸師の方をダウンさせに行きます。こういうね1個の読み負けだけでちょっと試合展開大きく変わってきてしまうので、やっぱりね弱ポジでの読み合いはどうしても勝たなきゃいけないですね。この展開から全然引き分けっていうこともあるので、今のここの読み負けは相当プレイングミスなのかなって思います。さあここはベルを赤玉でね消されてしまったので、曲芸師の方をまあゆっくり追っていきましょう。まあただのんびりしすぎると回復されて立て直されてしまったりだとか、暗号機を回されてしまうっていうこともあるので、ここはできれば早めのダウンを取りたいところです。さあここはベルを当てて、ダウンを取っていきましょう。さあ危機一髪で起死回生ですね。起死回生を吐いているので、まあここはもうダウン放置です。起死回生を吐いていて一釣りもしていないサバイバーは基本的に白黒無常はダウン放置で大丈夫です。その方が試合展開的にも1人、まあ、脱落といった感じになるので、まあダウン放置がね一番ベストかなって思います。さあここは傭兵の方をダウンさせたので、ポストマンの方を索敵しているんですが、ポストマンね、回復回していないのでここは傭兵を釣っていきます。さあまあこの展開的には多分、曲芸師の方の回復に行くのかなっていったところですね、読みとしては。ですがここは一応まあただ分かんないのでね、感謝置いてあって感謝に反応していないので、まあ、むやみに飛んでしまうと傭兵の方の救助に来られたりとかされると結構めんどくさいので、まあここはね不要な板はしっかりと割って、曲芸師が回復されるのであれば、まあ、曲芸師の方に飛ぼうかなって思っているところです。さあここ曲芸師回復されたので、しっかりと曲芸師またボスのマンをしっかりとダウン取っていきましょう。さあ耳鳴りするので傭兵の近くで、キャンプをしつつサバイバーの索敵を怠りません。さあここは曲芸師いたので曲芸師をしっかりとダウン取っていきます。でポストはもう救助に来ているので、まあ、ここはしっかりと犬をしっかり華麗に避けつつ、はい、ケバブをしていきます。まあここのケバブはもう仕方がないです。正直空振っても救助されるし、ケバブをしても結局救助されるので、まあそこはケバブを自分は選択しましたね。ワンチャン救助狩りできればもう勝ちが確定するので、まあそれにかけたんですが、まあケバブをしてしまうと。まあここはまあ別にプレミっていうわけではありません。どうせ空振ったところで傷はされてしまうので、まあ問題なしですね。さあポストマンただ2釣り目で、傭兵の方もね、曲芸師を起こさなければいけないという盤面なので、曲芸師を起点にしっかりと勝っていきます。ここは4名に勝利していきます。まあ、この動画を見てもらえれば分かると思うんですが、起死回生を吐いたサバイバーを起点にしっかりと立ち回っていくのが白黒無常の強みなのかなと思います。それではね、投稿してくれました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。